こんにちは、バックバンクの江学です。本日は防水防滴ケースを買った時にまずチェックしておきたいことについてチェックの仕方をご紹介します。防水ケースにこうやって iPhone を入れて水の中に入れる時、もし水が浸水してきたら怖いですよね。なのでまずは購入したらこうやって iPhone を入れずにチェックするポイントがあります。チェックするポイントはこちらです。はい、こちらが防水ケースです。まず防水ケースの場合、フィットする iPhone にぴったりフィットするものが多いので付け方を確認しておきましょう。このケースの場合、下をはめてここにあるロックを閉めて、でキャップをしっかり閉める。これで防水ケースとして準備ができた状態です。この状態でまずは何も iPhone 入れないまま水の中に沈めてみます。ザブーン。はい、沈めてみました。この時ケースが壊れていたり、きちんと蓋が閉まっていないとブク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 っと水から空気の泡が出てきます。今出てきてないのでこれはきっちり閉められているし、ケースは特に割れていないということが確認できます。この確認をしてから中に iPhone を入れましょう。防滴ケースも同様にチェックをします。ただ防滴ケースの場合は先ほどのようにザブンと沈めることはできません。今回のこのケースの場合、口が破れやすいので破れていないかというのをチェックします。で、問題なければまた iPhone を入れないまま口を閉めます。この時ちょっと空気が多く入るように閉めます。防水ケース同様、ジップロックの簡単なものですが、どの状態が完全にジッパーが閉まりきった状態なのか確認しておきましょう。で、このケースの場合、こちらの部分は特にチャックがないので、この部分は水の中に沈めても大丈夫なはずです。長時間の潜水は向いていませんが、穴が開いているかどうかのチェックだったら大丈夫です。空気が入ったままケースを沈めると、空気がどんどん上に上がってくるので、これを上からわざと下に沈めてみます。で、ケースの端っこから空気が、穴が開いていれば空気がブクブクっと抜けますが、穴が開いてないので空気は抜けずに泡もなく、ということはこのケースに穴は開いていないということは確認できます。 iPhone を入れる前にケースが壊れていないか、防水防滴ケースとして機能しているかチェックをしてしまえば、あとは気にせず水の中に入れて iPhone を使うことができます。皆さんも購入したら事前にケースの欠損、穴開きをチェックしてから使い始めてみてください。皆さんこんにちは。アップバンクムービーでは iPhone のアクセサリーを中心に最新のガジェット情報をお届けしていきます。気になった方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。